皆さんこんにちは。こんにちは。日立の国不思議探検隊の隊長のカップと副隊長の宮子です。二人しかいませんけど、隊長、副隊長です、今日は栃木県那須烏山市向田にある熊野神社ですね。なんか道路を走ってたら八田烏神社って書いてあったので、そそってそそられて寄ってみました。はい、はい、それではね、初めてなんですけど、どういう参見になるか、こうご期待。はい、ここが八田烏神社です。なんか孫子は熊野神社って書いてあるんですね。ですね、いろんな神社の名前が書いてありますね。まずここら辺から見ていただく、熊野神社、ここですね、うん、鳥の子三条神社、それから愛宕神社ですね。一応鳥の絵が書いてありますね。ああ、山頂って書いてある。これ、あ、山頂御朱印巡りって書いてあるのね。これ皆さん、あの海運ご利益ですからね、どうぞ。後ろの八田烏なんか可愛い。で、何？愛宕神社も鳥になってるの？カラステングか。要するに。ああ、そう。どれどれ？でもわしっぽいけど。カラステングにはなってないけど、まあ熊野神社は八田烏は分かるのね。これ三本足ね。で、鳥の子はフクロウだけど、これはデタラメだからね。みんなデタラメだからね。本当に鳥の子はフクロウ関係ないからね、本当はね。和紙なんだからね。アタゴさんの鳥もね、なんかわかんないですね。これなんだろう。なんだろうね。アタゴさん行ってみればわかるかな。次行ってみますか、アタゴさん。まあ普通カグ土でね、鳥には関係ないんだけど。カラステングっていうことなんだ。でもね、もうちょっとカラステングっぽくしとけばよかったのに。ね、まあ好き勝手喋っております。拝殿はね、真南向きでしたので、あまり期待することは今のところなさそうなんですけど、さあどういう感じの本殿になっているか楽しみです。これ手洗いもね、完全に水がねないです。これ何だ？こっちはなんか、いや、なんかね、なんかありますね。これなんでしょうね。ついてるよ。菊のゴムも。菊のゴムがついてた。はい、ついてた。あ、本当だ。菊のゴムが、菊一文字ってやつかな、これ。ありますね。なんだ。あの多分箱の中に、大事な仏像が入ってるんだと思いますけど。ああ、どうなんでしょうね。あまりこういうことやると。これ、あ、そう、これ後ろが丸ければ一応馬蹄形を持ってる感じだから、女神様のなんかがあるのかな、バッティ形にしてるのかな、ね、あっちは隣の蔵じゃないでしょうか。隣の蔵だと思います。地震で倒れたと思います、おそらくね。このもよく倒れなかったね、311でね。これ地盤硬いのかな。まあカラス山だからね。狛犬なかなかいい感じですね。なんかいいデザインだわ、この狛犬。うん。ウドなんて珍しい名前の。そう、名前で。珍しい。そう。どうですか。まあ、楽しみに。日光楽しみに。はい。こんにちは。これ拝殿 ね、で神門は右三つどもえですね、はい、であそこの六角形の何模様が珍しいかな、亀の亀の亀甲だね、亀甲模様と言っておきましょう。まあ
やたんガラスだから聞こえ模様はぴったりっちゃぴったりです。あの建物自体はね古くないですね。そんなねこれね彫刻が凝ってるもんね。うん、うん、なんかね、うん、波に花だね。波になってるね。波に効く。実はねここの標高がだいたい 70m なんですけど、中川の、うん、しあのなんだろう沿岸にあるのね実はね、うん、で栃木県烏山市なんですけど、茨城からこう安治川浦のね中川から上流にどうだろう50キロぐらいのところなんですけど、実は標高70メーターぐらいで我々の会心の一番その深い場所かなっていうところですね。いや木花の彫刻も凝ってるね。凝ってるね。象さんの形に見えるけど、象さんの形にして何かこうね、なんか模様凝ってるね、うん、なんかパラベスク模様だね。唐草模様、ね、でもこっちは波、どっちもねだよね。波を、この間行ったあの平方の八幡神社のあれには及びませんが、なかなか凝ってます。こちら北側にはやりましたね副大長、ありましたね八田烏神社、右三つどもえ古事記に載ってますね。あの最近ねブログでね八田烏を書いたんですけど、あの八田の田っていう字、あれはね一尺の半分という意味なのね。だから尺が2つついてるのはね、うん、半分に分けたっていう意味だと思うんだけど、で一尺っていうのはもう昔大体23センチぐらいだったって。でそうすると八田の田は田っていうのは一尺の半分だから大体12、3センチ、うん、で12、3センチを8倍すると大体90センチちょっと95センチぐらいになるんだけど、うん、皆さんここです。1ヤードとは90センチですね。はい、だから我々は八田はヤードだと思っておりますね。はい、ヤードガラス、だから大きさにして大体90センチぐらいのカラスをヤードガラスと、この羽まで入れてる言ったんだろうね。まあ、そういう説ですけどね。でカラスはね実はねカラーズなんです。カラーズ、色とりどりという意味なんですね。だからカラスの薄 何色、濡れば色っていうのがあって虹色に光るんですね。実はねカラスの濡れば色、虹色ですよ虹。まあそういうことで、あとはブログちょっと読んでもらえばヤタガラスのことは詳しくわかります。ここ書いてあるね、熊野神社なんでね、日本サッカー協会のエンブレムとして、まあ、いやそんな古くないんだねこれ。なんかここ ね道長の時代、関白道長の時代、1125年、須藤権の神佐渡信那須家の祖は勅命を奉じて、ああそうだね、闇蔵さんの妖怪退治のために東国に下校。須藤さんって名字が那須の藤原だから、那須の須と藤原の藤を取って須藤だって言うんだけど、で最近そうどこだっけ栃木の他の佐藤っていうイメージね、うん、佐野の藤原だから佐藤って言うんだって。なんかね、ちょっとね、さあ佐野の藤原だから佐藤っていう名字が日本全国で一番二番目に多いっていうのはね、まあおかしい由緒だと思います。じゃあ加藤なんかは、ん加賀の藤原、加藤、まあ、武蔵の藤原が武藤、斎藤さんは斎藤さんは拝む人の藤原だから斎藤。なんかね、こじつけすぎだね。江戸時代の言葉遊びだと思います。で、中川町に神田城を築いたとき、神田城出ました。これがね、誰かといえば、じゃあ須藤権の神の子供はおそらく那須の与一なんですね。神田城で生まれたから。で、中川町っていうのは、今の小川町なんですけど、あそこの、なんだっけのスーパー、
リオンドールの隣です。でパチンコ屋があって、そこのパチンコ屋の名前が神田城って言います。で中川を挟んで東に稲積城、600年前に築城された烏山城が北にある。あれなんかね、ここ言ってることがよくわかんねえんだ。待って、中川町に、まあ、いいのかいいのか、ここの神社を基準に中川を挟んで東に稲積城があって、600年前に築城した烏山城が北にあると。で築城に際し、カラスが飛来し抱えていた金の五兵を八甲山に落とした。なんか知らないけど落としちゃったんでしょ。山城をそこに作り、熊の権現の神様のお使いであるカラスにちなみ、カラス山城と命名したという伝承がある。なんか位の高い人が生まれたっていうことを意味してるんですね。なんかほら、あのどこだっけ、あの福島のさ、陶芸になりたい、陶芸なりとかなんかあったじゃん、言ってたでしょ。違うさ、最近行ったとこだよ、ほら半年ぐらい前。ああ、あそこでもさ、峠山稲荷とかなんとかって言うと、あそこでもさ、うん、同じような話で、闇蔵さんの族を平定するために藤原の名前忘れたけど、なんとかっていう人が来て、うん、あれはカラスじゃなくて、何かが、カラス森、あ、そうだ、カラス森か、カラス森稲荷、うん、やっぱりカラスがね、なんか落としたんだよね、口から。うん、そしたらそれを拾いに行ってどうのこうのっていう言われが書いてあって、同じ流れだよね。で、うん、で八甲さんって今の烏山城の跡になってるんだけど、うん、普通八甲って言ったら闇蔵さんでしょ。そうだよね、うん、闇蔵さんのことだと思いますよ。そうだもんね、闇蔵の溝も通って読むし、うん、そう、まあ後ろの方は日本サッカー協会のエンブレムとして有名な三本足のカラスは、ヤタガラスは勝利の神として敬愛され、で三本足のカラスがなんでヤタガラスになるのかっていうところをね、私は解明しましたので、皆さん今度特集で、YouTube アップしますので、ざっくりね、ヒントだけ言っちゃいますと、三本足のカラスですよ。三本足のカラスなんです。三足霊鳥って言うんですね。三足霊鳥、ヤタガラスって言うんですね。で、三足霊鳥と、皆さん、仏教のお経は何で書かれているでしょうか。もともと何でこうお経が作られたでしょうかっていうと、サンスクリットなんですね。サンスクリットと三足霊鳥、はい、これをねカタカナで並べて書いてみると、わかります。すなわちですね、三足霊鳥っていうのはサンスクリットのことだったんですね。そういうことを今度話しますので、ご期待してください。まあここにも書いてありますけど、三本足は天地人の三歳、地人有の三徳、福禄寿の三世を表すと言われますが、中国には金ガラス、太陽ガラスの神話があり、高句麗の古墳には、なんて読むんだろう、あれ読めないや、三本足のカラスと月、ヒキガエルとウサギの壁画が描かれています。そうなんですね、高句麗の国鳥なんですね、ヤタガラス。
だから八田ガラスの連中っていうのはあの高栗出身じゃないのかなと私は思ってますけど。でもその意外とウサギってさ、うん、好きだ。そうだね、あれクムワとかっていう話とつながってくんだろうね。カラス文字で書かれた、まあ、カラスの形してる五方法印なんですよ。まあそんな形で、まあとにかくヤタガラスにして、なんだよこれ、なんだよって思う、なんだよって申し訳ないんだけど、当社に祀られているヤタガラス神社の御霊は平成30年10月に和歌山県熊野本宮大社から賜った御分霊です。だって、まあもともとヤタガラス神社っていうのは観光のために作って熊野はあったんでしょうけど、そういうことなんですね。これ近所の地図です。今ここですね、ここの近くにね、この鎌足神社ってのがあるんですね。実はねこれ面白いですね。赤門神社がこちらにあって、烏山城ね、宮原八幡、こっちが茨城県、こっちが茨城県ですね。こっちが茂手木町ですねこっちに行くと、まあ、宇都宮方面ですね、市貝町の方面ですね。はいはい、新しいサッカーボールとか飾ってある。どれどれ、これ八田ガラス神社の中身ですけど、ほら、うん、サッカーボール飾ってますね。栃木 SC 来たんですね。これカラス山とカラス森って山と森だから、うん、多分同じ、そうなんだよね、同じ系統だよ、同じ系統。こちらは御嶽山、御嶽山の中にはサッカーボールはないでしょうね。金の五兵だね、金の五兵があるだけです。何もなし。ちょっとね、なんかお宮作った割には買う、なんか物足んないな。いっぱいあるよ、いっぱいあるね。諏訪神社があって、コンピラに、コンピラさんに、宣言神社と2つ祀ってるね。西宮、恵比寿さんか。恵比寿さんじゃん。恵比寿さんと稲荷と、お稲荷さんが一緒にいます。こちらは宣言神社、こんな形ですね。これ、わ、これ太かったね。三浦関くらい太、そこまで太くないけど、すごい。なんか、三浦関ってこんなに太いの？この間の太郎杉より太い感じですよね。すごい、いや、あの、年輪数えてみますか。だって外側なんかこれもう川だもんね。小さい、この銃がこのぐらいでしょ、これ。はい、これ太いです。数えたくないから。おそらく700-800年は経ってんじゃないでしょうか。ね、すごいね、うん。太いです。これすごい。いや、これは八坂神社ですけど。八坂神社は。八坂神社なの、なんかおみこしが入ってるやつですね。みこしが入ってますね。あれじゃない、これ。何祭りだっけ。天皇祭りじゃなくて。祇園祭。祇園祭りやってんだけど、うん。ありましたね。なんか。ご神木の神、樹齢500年だって、これ。あ、やっぱり500年だ。すごい。うん。台風21号の強風により落下した八坂神社の。みこしは倒壊したんだ。落下って。ダメ。あら。保険入ってたんだ。よかったね。寄付並びに損害保険により、ご即位記念事業としてです。細かいわ。ああ、損害保険かかなくてもいいと思うんですけど。一応かかないとこだ。なんでも。アマテラスって書いてるわ。それは明治でしょ、これは。アマテラスと八幡と春日。これを明治作ったんじゃない。明治作ったら何なんですけどね。あ、あ、なんか、お、ちょっとね、大家に入ってて、ゆりゆり、これ本物だ。あれ、これ目覚めるの？ゆりの花の。まあ、イザナギイザナミになっているから、あれ、どれ、いでててて。ゆりほら、あの、ゆりでしょ、あれ。あれははっきり私なんてゆりなんじゃないかなって思う。あ、ゆりですね、三枝ですね、これが。ね、これ三枝ですね。ユリがね、1、2、3、これこそ、これを三枝って言うんです。3本ある、うん、あ、これ三枝って絶対、これ三枝ですね。だから
隠されてたんだ。女神様だと思います。ここからよく見えるイザナギでいいんでしょうね。イザナミか。うわぁ、ブルーと歴史的なものもある。これよく見えます。でも気になってるから、もしかしたらやっぱり水俣のこと言ってるのかもしれないね。あとなんかあのね、動物がいるけど、鹿みたいなのもいますね。馬か、馬か。あ、馬か。馬っぽいかな、これ。バッティかな、バッティ。バッティってヒマラバッティとかパールバッティとか女神様のこと言うんですよ。バッチって、バッチって、それがね、実はバチカンのね、すごいねこれ、元になってるんです。バチカンの形、皆さん知ってますか。まだ、カンカンなんですよね。要するにね、カン。カンとは何か。カンっていうのは、これ大根かな。カンっていうのはですね、バッティのカンですよ。女神様のカンですよ。まあ、カンを働かせてください。女神様のカンと言ったら、子供を作るところです。育てるところです。子宮ですね、皆さん子宮でした。あ、ここは梅にうぐいすかな。うん、あ、大井山がなければもっとよく見えたんだけど、残念ですね。彫刻がなかなかいいんですけど、よく見えません。なかなかいいわね。何だ、梅にうぐいすみたいな。うわ、もうちょっとよく見たかったね、うん、こんな形でね、大家に入っちゃってるんで、はっきり見えません。残念です。大家作るときはもうちょっとあの見学者のことを考えて作ってほしいなと思います。あの彫刻なんかもね、なかなか立派なんで。うん、ああ、そうなんだね。名前に釣られてきましたが、ただのじゃない。本当はね、すごく大事な。やっぱり女神を祀ってるところですかね。うん、そうですね。ものすごく大事なんじゃないの、もしかしたら。やっぱりあの馬蹄金の少しは馬蹄じゃないんだけど、馬蹄に似てるところの女神のことを全然。じゃあ終わりにします。次の神社でお会いしましょう。はい。ただー。